にちは、デリシキッチンです。新玉ねぎを丸ごと使ったコンソメスープを作っていきます。まず玉ねぎ2個の皮を剥いたら、根元に十字に切れ込みを入れます。ラップでしっかりと包んだら、600ワットのレンジで6分加熱します。ベーコン2枚は細切りにしましょう。小鍋にサラダ油大さじ1を熱したら、先ほど切ったベーコンを炒めます。そこに水 400cc とコンソメ小さじ1、そして塩コショウ少々を加えて煮立たせます。最後に先ほどの玉ねぎを加えます。25分から30分煮込んで柔らかくなったら完成です。以上、デリシキッチンでした。バイバイ。